乾電池。左から、単二、単三、単四、九 5.9V 型乾電池は、電解液を個体に染み込ませて乾次させ、扱いやすくした一次電池である。一次電池は、乾電池と電解液を液状のまま使う、出電池に分けられるが、現在の一次電池はほぼすべて乾電池である。文字通りには、一次電池以外の化学電池である二次電池や、 燃料電池も、出電池と乾電池に分けられるが、これらの用語は一次電池に限って使う。二次電池では、それぞれに当たるものを、開放型、密閉型という。乾電池は、基本的に充電ができず、放電後に機器を動かすには、電池の交換が必要なため、寸法、電圧などが、国際電気標準会議の IEC6086 で規格化されている。 日本で実際に乾電池として売られるものはそのうち通称単 1K 単 5K、9V 型などと呼ばれる一部である。それ以外は小型のものはボタン型電池、それ以外はリチウム電池のように電池系で呼ばれる。以下ではこの競技の乾電池について主に述べる。いくつかの形状、電圧などが規格化されていて高い互換性がある。 形の小さい電池に、より大きい電池の形状をした、スペーサーと呼ばれる製品を包み込むように装着して、型の大きい電池として使用できる場合もあり、近年品揃えが少なくなり、価格的にも不利な単二系以上の大きさの電池を使用する機器に対して、しばしば用いられる。1887年、日本で乾電池が発明され、日本では1910年頃には、 現在のような形状での乾電池の量産が行われていたが、1935年頃までは大きな電圧を必要とする機器が多く、機器ごとに複数の乾電池を直列につないでパッケージ化した積層電池として販売されていた。その後、機器の低電圧化や省力化により、使用者が機器ごとに乾電池をいくつか組み合わせて必要な電圧を得て使うように、 乾電池の単体で販売されるようになる。日本では、戦時下の1942年にディーセルを単1系、シーセルを単2系の故障とすることが定められた。ただし現在では通称であり、この名称を使用しているのは日本だけである。その後、日本では現在までに、さらに容量を小さくした単3系、単4系、単5系を加えた5種類が商品化されている。 この単 X 型の故障は現在は形状互換を指すときのみに使われる。電解質を従来のマンガン電池からよりエネルギー密度の高い材質に変えたアルカリマンガン電池でも単位電池の高渉電圧は 1.5V だがその後に充電で再利用可能を謳って発売されたニッケルカドミウム電池では形状こそ単1型や単3型と互換性を持たせた製品があるが 交渉電圧は 1.2V しかないため使用には注意を要する場合がある。日本では国際規格 IEC6086 をもとに JISC8500 を制定2017年に改正した規格の一部を記載する。なお8501、8511、8512は廃止となった。形式と読み方積層電池に内蔵されている。 素電池形状の違い。ない場合は省略し、平型の乾電池のように内部に複数の電池が直列につながっている場合、その数が記載される。マンガン乾電池のように、なしの場合は省略する。乾電池の種類と記号を参照。R、円筒型や円形回平型 S、角形ミリ単位で記載される。円形記号と高さ記号については別途ド下記に記載する。 追加時効直径記号は最大直径を整数値に変換した値と小数点第一を記号を置き換え、それらを組み合わす。例、直径 15.6mm の円形電池の直径記号は 15H。高さ記号は整数にする、または高さを0.01単位で表す場合は上記の表にある記号で記載しても良い。例、 高さ 1.67mm の円形電池の高さ、記号は167または 16J。使用により徐々に電圧が低下するが、電流を止めると一時的に起電力が回復する。大電流を流せないため、時計やバックアップメモリー用のように、小電流で連続動作させるもの、ドアチャイム、石油ストーブの点火消火軸再取り機構、デジタル体重計、 電卓、各種リモコンなどのように簡潔的な動作を行うものに適する。ただし機器によってアルカリ乾電池を使うよう指示されているものもある。マンガン電池に比して長時間安定した電圧、大電流を維持し、電流を止めると一時的に起電力が回復する。デジタルカメラエレクトロニックフラッシュ、携帯テレビ、小型の携帯電話スマートフォン充電器。 バックライト付き液晶ディスプレイを備えた、携帯オーディオ機器、電動玩具、懐中電灯、電動シェーバー、拡声器、小型の楽器アンプ、携帯用小型扇風機など大電流で連続動作させるものや、電波時計、エアコン温水洗浄便座のリモコンガス器具や、石油風呂釜の点火安全装置、ワイヤレスマウスキーボードワイヤレスマイクなど電圧が降下すると機能に、 影響したり動かなくなったりする機器に適する。デジタルカメラなど高電圧を要求する機器に向く。初期電圧が一般の乾電池よりも高く1 7ト程度あり、負荷をかけてもそれを維持するため、特に消費電力の大きなデジタルカメラで実力を発揮する。大容量で大電流を維持できる。また、極めて自己放電が少なく長期間の使用に耐える。出力モーターや、 デジタルカメラなどからデータ保持用まで大電流、小電流問わず使用可能。電池本体が軽く、本数を多く使用するカメラ用ストロボなどの機器にも有用。対応する温度域が広く低温に強い。主にカメラなどの露出系や薄型電卓の電源など、主にカメラの露出系電源などで使われていた。日本では百九十六年に製造中止。 2018年から輸出入禁止となった水銀電池の形式は NR、MR のいずれか。メモリの起動用電源、釣り用の浮き、フィルムカメラのデート機能、携帯ゲーム機など、耳がかり式及び耳図式、メガネと一体化されている補聴器の電源として使われている。液漏れを起こした乾電池アルカリ電池に起きやすいとされる液漏れは、 過放電によってさらにその確率が上がる。過放電とは、機器を作動させることができない電圧になること。これにより、乾電池内に水素が急速に発生し、内圧上昇による破裂を防ぐため、安全弁が開く構造になっている。この時水素と一緒に内液が放出される。また、マイナス側端子の損傷も原因の一つ。度重なる改良が行われているが、現在でも、 基本的には、どの電池にも起こりうる。一種電池の混用によって、先に寿命を迎えた電池が過放電ないし、逆充電状態に置かれて引き起こされることもある。マンガン電池が相応とされる微弱電力機器にアルカリ電池を入れた場合、結果的に長期間の使用となり、液漏れを誘発することもある。何らかの理由で、一旦液漏れが発生すると、アルカリ電池の場合は、 電解液が水酸化カリウム等の強アルカリのため、漏れた液に触れば化学火傷を起こし、目に入れば失明の恐れもある。また、電池の種類を問わず、液漏れは金属腐食の原因となるため故障が起こりやすい。1993年以降に発売された乾電池の多くには使用推奨期限が刻印されている。使用推奨期限は、 使用開始を推奨する期限を示したものであり、期限までに使い終わることを推奨しているわけではない。期限は製造時から数年程度が一般的。国内で製造された乾電池には水銀例使用の表記があり、原料に水銀を使ってないことを示す。マンガン乾電池は1991年、アルカリ乾電池は1992年から水銀は使用されていない。 ただし輸入されたすべての乾電池に関しては水銀を含んでいる可能性がある。一次電池の中でも水銀を含む電池は存在する。2018年、水銀による環境汚染の防止に関する法律の規制により、酸化銀電池は1%未満、空気亜鉛電池は2%未満の水銀を含むことが許容されている。その他、ボタン型電池でも、 わずかに水銀を含んでいるが、2020年末から製造・輸出入が禁止されている。二次電池と違い、粘着テープ等で電極を絶縁してから、不燃ゴミとして廃棄することは可能であるが、種類に関わらず回収・リサイクルすることが望ましい。ROHS 指令及び WEEE 指令により、水銀で使用を達成した乾電池であっても回収。 リサイクルが義務付けられている。ありがとうございます。